前回ケサルコアトルスの鳥貴族をテームしてきたんですが、あいつねでかすぎるんですよね。とんでもなくでかい。今回はこのケサルコアトルスの駐車場を作ろうと思います。ツリーハウス的なものを作って、その上にね止めれるんでしょうか。うん、ツリープラットフォームを使って作っていくんですが、せっかくやるならありきたりなんじゃなくて、ちょっとねおしゃれに機能性もあるようなポートをね作っていけたらなと思います。じゃあやっていきましょう。レッツゴー。おらやばいけよ。俺がアルゲッタビスになった全部仲間なんだ。めっちゃおるほら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 ちょ待って、またもうあいつ、あ事故った。あ建築事故多すぎやろこの現場。あちょっとお前死ぬぞ死ぬぞ、お前おい死ぬぞ。あどの気にする？家の近くがいいね。うん、一番近い家がいいよ。はい、つけた。これでもまあまあでかいな。でかいな。もう完成やん。うん、完成。完成、はい。ありがとうございました。はい、完成しました。ご視聴ありがとうございます。はい、じゃあちょっと実際にちょっと乗せてみようか。終わった。乗せました。終わった。もうエンディング流れてる。素晴らしい。でも下から登る手段とかないぞこれ確かに。あでもでかいな結構。横幅で入るかどうかくらいやと思ってたんやけど、結構普通に、うん、思ったよりでかかった。まあまあちょっと建築していこうか。って言うてもここにあんまり利便性を高くしすぎても逆にそれが利便性悪くなるから、うん、だからまあ最低限よな。まあはしごつけて上にちょっと荷物置けるとこ置くくらいかな。まあ、ちょっと簡単なログハウス的な作るか、うん、タンス置いて机置いて、うん、まずそこに登る手段作らないと。でも死ねば早い。いやてかもう飛び込んじまえばいいんじゃないこれおい行ける？向こうまで行ける？飛び込んで行ってくれ行ってくれ。じゃあ待って、おらいやお前行けよ。チーン。あ絶対無理な気がする。行ける？友達バンジーや。ちょうど柵に虫がおらへん。虫が弱すぎて絶滅した。虫が一匹もおらんわ。変わんとこおらん。おらん。さっきいっぱい買ったからな。うん、あできた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 。エレベーターついに施工完了。あとここに電気通さなあかん。エアフラは全然取れへんやん。レアやもん名前の通り。マジで低確率らしいけど全然出てこない。セメント900個弱。アリアフラワー1個ある。よし、いいことに入ってるわ、うん、ちょっくらちょっと乗馬で捕まえてくるわ。ああ完全ギリ防虫リアフラワー武装できた。防虫剤も作ったんや。いやからレモン、レモン収穫してたんか。いや、うん、キーキーキー、俺の見てるキー。あー、あるわあるわ、蜂の巣あれやろ。じゃあ俺とくから見とくわ。効果は10分、消費 OK、できた。てか、俺あんま近づかん方がいいな。見つかったらテームできんやろ。もう一生テームできんやろ。一回見つかったら。あ来た、来た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 。壊せ壊せ。これ倒してくれ倒してくれ倒してくれ。これ倒してくれ。何倒してくれ。近づいただって俺無理よ。殴れ殴れ殴れ殴ってる。あいつ大丈夫か。うわーめっちゃ来たあっち。おアルゲタミス死ぬぞ。アルゲタミス死ぬぞそれ。おお殴れ殴れ殴れ蜂殴れ蜂殴れ。うわとんでもない量のダメージ出て。うわわわわわわふわふわ探しながらそっちに行ってるし。なんか前線に行ってたわ。第一ウェーブ集中した。あれなんか俺バグったバグった。なんだバグってへん。俺が折れへん。いるよ。俺がアルゲッタビスになった。うん掴んで、うん、ちょっと、はい、あ掴んだ。 OK 下ろして。これが一番早いんですよね、バグったときは。どうかな、壊れへんな。また600とかしか減ってないです、それ。任せろ、任せろ。うらぁうらぁやばいやぁ、何も見えへん。うらぁうらぁやばいやぁうらぁうらぁあ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 、どんどん来るぞ、どんどん来るぞ、どんどん来るぞ。うわぁ全然痛いんやけど、クソ痛いわ、マジで。とんでもない速度で。カン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 。死ぬくらい。トランザム、トランザム死ぬくらい。え、トランザム死ぬ、トランザム死ぬ、トランザム死ぬってマジで。行けたか、これ。危ない。あ、ほんまや、俺トランザムになった。1806やで今。
あ、ほんまや、あともうちょっとや。いけ。よし、俺後ろで待機、しとくから。女王蜂出てきたらどうするん？女王蜂に敵対される前にレアフラワーを与えなあかんから、だから俺が今防虫剤使ってギリースーツ着てレアフラワーを持ってる。でも女王蜂がおらん蜂の巣もあるから、これが入ってる巣かどうか分かれへん。さあちょっと体力見てみるか。あ、あと150。オッケー、あと2発や。もうちょいや。あと2発や、壊れるぞ。さあラストいくぞ。オッケー。あ、でも、あ、いる、それ、いけ、頼むで。オッケー、オッケー。それ、殺しちゃうから、いや、行って、走って。じゃあ、今、鈍速。行って、あ、やばい、行け、それ。できひんだから出てこうへん。敵対されてるかも。ダメか。で、どこ行ったん、女王蜂は。わからん、どっかおると思う。見逃してるやん。見逃した。あ、おるやん、こいつやん。そいつ。うわ、鈍足が消えた。なに、ジョーバチ消えた。消えてはないやろ。ロストした。ん、これなんや、ジョーバチか、これ。あ、見つけた。え、これジョーバチ。ちょっと待って、あー、双眼鏡持ってない。巨大、野生巨大蜂。巨大蜂はいた。その周りにいるはずやで、おるんやったらな。なにこの。あ、おった。オッケー。あげろ。待ってな。違う。あ、いけた。捕まえた。よっしゃー。捕まえました。よーし。なんか、え、なにこれ。全部仲間なんだ。めっちゃおる。全員仲間だったわ。え？じゃあこの巨大女王蜂を蜂の巣に住んで、ちょっと待って蜂の巣にしちゃって、うわあ、死んだ、はい、死んだ、蜂の巣になった、蜂の巣にした、蜂の巣にした、不可逆な、二度と戻せへん。 JPEG や。これでベジタブルスイーツを作れるようになったから、マイマイの餌と、まあ、テイム用のケーキが、釣りの餌にもなる、うん、ここに置きます。はい、はい、で、覗いたら、おー、でかっ。覗いたら毒受けた。覗いたら刺される。痛いよ。結構食らうで、それ確か。蜂自体が存在しないエフェクトで蜂が出てきて毒にされるっていう、うん、おー、できてる。できた。エレベーター作るだけのセメントあってんな。あの、あった、あの昔クレートで取ったやつ。クレートにあってんな、うん、セメントが。Okay、あ、セメントじゃない、エレベーターそのものが。あ、そうなんや、うん、じゃあ俺セメントを集めんくてよかったやん。なんだっけ。でも絶対やめて。あー建築士。危な。これ死亡してたらもうやばかったよ、ほんまに。あ、待って、これはしごあれか、途中はしごルートあかんわ、これ。あ、止まって。あ、え、なんか今ぶつかったからやな、多分な。え、そんなんでも事故すんのこれ。え、恐竜ぶつかったらはしごだって固定されてるやろ、あれ。でももう落ちたで。ちょっと一回じゃあもう死んだついでに実験しようぜ。ぶつかったくらいで落ちる、はしご。敵とかじゃなくて味方の恐竜攻撃とかも一切何もしてないで。でやってみようか、うん、じゃあちょっと下降りてみて。テラノタイム止まっとるわ。じゃあ当たるわ、はい、あ、ほら死んだ。ほら、ほんまや、ぶつかったあかんのかよ。おい、もう事故やんけ、普通にこれ。接触事故してるやん、もう。まあ俺全部取ってきてるからあれないけど。水素鳥がある。水素鳥を捕まえて降りたらいいやん。天才やん。滑空できるよな、あれな。俺は建築しない分、お前らに道具を渡すことにするか。あれしようかな、ボーラ作ろうかな、久々に。ちょ、待って、また、もう。あいつ、あ、事故った。建築事故多すぎやん、この現場。終わってる、マジで終わってる、これ。待っとけよ、始祖鳥渡したるからな。架空で落下し専用にしたるかな。じゃあ俺は久々にユニコーンに乗って冒険するとするか。俺世界一、あの、ぴったり、あの、エレベーターと止めれるかもしれん。ここって床無理。多分これ、あの、全部三角で貼ったらいけるんちゃうかなって思うんやけど。全部三角、
もうあの四角の床は使わない。一応なんちゃってやったらできんねんな。なんちゃってでいきゃするけどな、資材の節約になるから。どういうこと、なんちゃって言ってもね。こっちなんていうかなんちゃってって感じ。いや、わからない。あれから結構時間が経ちまして、なんとかねツリーハウスができました。見てください、どうぞ。よーっよーっ、想像以上に。じゃじゃーん、すげえなこれ。でかい。下から見たらいい感じやからな、これでな。中身なんか興味あったらそれはそれでな、面白いけど。ちょっと下から見てみようか。おう、すごいでこれ、下から見た絵なんか様になってるよ。おお、圧巻やな。ケツアルコアトレスを止めるとこだよな、これ。ああ、なるほど。止めるところを作ろうとしてた。どこ行った？ケツはどこ行った？肝心の。家で、はい、こちらがね、エレベーターになっております。そのうちアロサウルス来て壊されにやろう。ウィーン。すげえ。あ、すげえ。ちゃんとエレベーターしてるわ。うわあ。おお。さあ、一番上に行くとね。あのメインがあるから、メインのな駐車場が停泊所っていうかな、うん、パッと、うん、まあ欲求を止めておく場所やな。そうそうそう、飛んでくるやつらをな、うん、そう、と飛んで、まあここに置きたいときはここに。おお、いるわ。鳥貴族が、鳥貴族が待ってる。鳥貴族がいる。すげえな、ました。お前止めるためだけにこの施設作ってるからな、お前すごいよなこれ。こいつのためだけの施設やからな、マジでほんまに無駄すぎる。ああ、うん、広、発電機2台も使ってるからな、こいつ。ガソリン半端ない。すげえ。あ、でもいいわ、ここ眺望がいい。地面まで行ったんかと思ったわ。うん、ほらほんまや、よし。現れた。はい、こっちですね。これが2階ですね、バルコニーで、これが入り口と。すごっ。まあ、周りはこうやって屋根つけて、一応雨降ってきた。あれ、まあいろんな角度から出れるようにはなってるけどな。で中はこんな感じ。むっちゃでかいなこれな。めっちゃでかい。思ったよりでかなったな。そう、これできるか。樹液採取くらいやる。うん、樹液採取しかしません。うん、そう。あー、首都庁。うん、これ元祖庁です、これ。名前元祖町やから、これ元祖町か。上に掲げてる。工事中に与一がむちゃくちゃ落ちて死んでたから、ちょっと事故を防ごうということで捕まえてきたんやけど、まあまさかの堂々みたいにずっと掴んどかなあかん生物やったらしくて、使い物にならへんくて放置。でまあ一応アルゲンとかね、脳を中に入れたい時はここのね扉をから一応中入れれるから、うん、なるほどね、入り口からね。うん、そう。でここの岩がなんかイケイケなオフィスにあるようなテラリウム。テラリウム。はい、はい、取るよ。はい、はい、落とせよお前も。落とせよ。エレベーター。ああ。生きてる。生きてる。おお、いい眺め。すごいな。あ、ロゴドームよう見えるわ。落としてつま。え、うん、なんか刺された。あ、行った。あいつフェンスに乗ったやつ。自殺した。あいつフェンスに乗ったからやで。足もげそうやん。ヒューフー。おー、結構いく。おー、すげえやろこれ。むっちゃ飛ぶんやってこれ。おー、すげえ。こういうアクティビティもあると。お、失敗したら死ぬけどな。かわいそうやん。廃業に追いやられるからこんな。おー、これ まだこんだけしか下がってないんで、はい、俺高度すごないこいつ。おー、ほんまや。結構な時間耐えくるけど、ほらサムネの撮影できるやろ。おー、いい。いいじゃん。あ、綺麗になりました。前のあの野原で撮ってるやつならあげれるけど。あ、ちょっとお前死ぬぞ、死ぬぞお前、おい死ぬぞ。おおぶね。おい、おい、足するとこやった。おぶね。エレベーター事故が起きるとき。無音で殺しに来るからな、エレベーター。